3番の藤田ラインに乗って上がっていきそうです。赤番の周回1コーナー、前は3番の藤田に変わりました。7番の小林が現在は2番手のインコース、どう攻めていくか中部勢。前は3番の藤田、ペースが上がります。小林は一度車を引きました。4番の吉橋は中段中段を回る競争で5番手の位置。7番の小林は引いて6番手の位置です。前後の体型が変わりました。3番の藤田が7番の小林の動きを警戒してペースをぐっと上げました。さあ小林踏み込んでいく。藤田小林の力比べになりました。最終周回の1コーナーです。藤田が前に立っていく。小林が叩きに行きます。この両者がもがき合う展開。4番の吉橋は最後方の位置。ここから大木屋の一発があるか。両者もがき合っている。もがき合っているところ。さあ、吉橋がやってきた。吉橋が渾身のまくり。3番手のアウト。この辺りでいっぱいになっていくか。前を捕まえるか。2番の宮本がさばいた直線コース。前は5番の増井に変わっている。増井抜け出してのゴール。5番の増井、そして。